はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。まもなく5時ですね。ちょっと暗くなりかかってる感じがします。10月は3日の木曜日ですね。晴れていないとね、この辺りから暗くなるんですね。さて本題は中国の不動産でございまして、これは東洋経済に今日の昼12時に出ている記事ですね。中国の住宅価格、大都市も地方都市も軒並み下落と。8月以降に下げ足が加速、在庫も過去最高水準ということで、財信、ビズ&テックという、財信というのはその財産の財ですね、財務省の財に新しい、このそこからの記事なんですけども、財信というメディア時々お見かけするんですけどもですね、なかなか斬新なですね記事を出して、確かこれ香港ちゃうんかなと、でもこんなこと書いて大丈夫なのこのメディアはと思うんですけど、財信記者、牛巻公局、遊牧公局、なんかよくわからんけど、確かこれ財信って香港一応たんかなと、なんか割とズバッと書いてますよ。いや財信が何かを知りたかったんだけど、うまくいきませんね。はい、ここでね、まあ、要は何書いてあるかというとですね、中国の住宅価格が下がってるよという話なんですね。それはでも今普通のメディアどこでも取り上げていてですね、だんだん下がっていると、当局が国家統計局が出すデータでも下がってるんですね。えげつない下がり方ちゃいますよ。 0.7 ポイントとか 7% とか 0.1 とかって、嘘やろそんなもんと思うんですけど、まあ、そんなどうでもいいんですよ私にとってはね。どうせその国家統計局はですね、そういうところでですね、自分たちの都合のいいように改ざんをするわけです。でこの記事で私がですね、ほうと思ったのはですね、何かと言いますとですね、在庫に関するですね、あれですね、データですね、住宅販売の縮小を背景に新築住宅の在庫は増加し続けている。市場調査会社駅協研究所、これはどういうとこなんでしょうね、なんかようわからんやんと。駅協研究所、ですね、中国のシンクタンクは中国外なのかようわかりませんね。これも上海ですね、上海駅協研究所ですのようですね。はいはい、このその駅協、読み方間違ってるかわかりませんよ。貿易の駅に、住居の協ですね、いるですね、別居研究が8月22日に発表したデータによれば、主要100都市の新築住宅の在庫消化期間は7月時点で 26.6 ヶ月、要は2年以上をかけないと売れないということですね。適正水準とされる13ヶ月の2倍を超えたと。市況の悪化は面積ベースで見ても明らかだ。国家統計局のデータによれば、新築住宅の8月の販売面積が全国で6453平方メートルと 12.6% の落ち込み、前年同月比で、ですね、新築住宅の在庫面積も過去最高水準にあり、8月時点で7億3800万平方メートルに達したと。これこの書き方だと国家統計局ですか、それとも駅協研究所ですか、まあ、それはどっちも言っちゃいいんですけど、この7億3800万平方メートルに達したと。これ平方メートルでいう平米で生きてるわけですね。でこれ普通の人が聞くとふーんって言って、なんかわけわからんでしょ、わけわからんでしょ。財信記者がデータを遡って計算したところ、過去10年間の新築住宅の平均在庫面積は5億9800万平方メートルだから、そこを 23% 上回ってるって言うんですけど、まあそれは置いといてですね置いといてですね、7億3800万平方メートルってどういうことっていうと、ものすごく簡単に考えますよ。これが1住戸平均が73平米やったとします。そうすると7億3800万平方メートルの戸数は何個かというと1000万戸なんです。1000万戸が現在ですね、在庫であると。
在庫の概念がですね、日本と中国で違うのかわかりませんけど、日本でいうところの在庫というのはですね、完成在庫なんですね。マンションができているのにですね、売れていない状態のものを在庫と言います。もし同じ概念であればですね、中国には1000万戸ですね、マンションできているのに売れていないのがあるということですね。同じかどうかわかりませんよ、在庫の概念が。いろんな概念があってですね、昨日読んだ真壁先生の記事ではですね、在庫は6000万個あるというふうに言われています。あるいはですね、関平さんの今日の読んだ記事ではですね、すでに34億人が住める住宅ができている。中国の人口は多めに見ても14億人です。その2倍半が住めるマンションがすでにあるということですね。中国の場合、戸建てを分譲するっていうのはあんまり聞きませんから、ほぼみんなマンションです。どの数字を取ってみてもですね、恐ろしいですよね。34億人が住める、6000万戸の在庫、この一番控えめなデータで1000万戸なんですね。73平米換算で、まあ、中国もうちょっと広いかもわからないけどね、まあ、いやまあ73平米、日本ではそんなもんです。家族で住むにはが1000万戸あると。で、1000万戸の在庫、ですね、日本はという国はですね、1950年代頃からですね、分譲マンションの開発が始まりまして、まあ、60年代に本格化します。1962年に区分所有法という法律ができましてですね、これによってマンションの区分所有の法的な概念が改定というか法的規定が出来上がったということですね。それを直し直し今に至っています。で、この1950年代からですね、今までですね、現在までですね、日本でどれくらいの分譲マンションができたかというと、大体700万戸です。おおよそですね、60年以上かかって、やっと700万戸できたんです、日本の分譲マンション。700万戸です。はい。中国は現時点でですね、1000万戸の在庫があるそうです。どういうことでしょう。昨日この話しましたけども、1990年代に私がですね、まだマンションの広告を作っている制作会社を経営していた時にですね、広告代理店の人たちとですね、クライアントにですね、まあ、プレゼンテーションというかに、まあ、行きます。で、打ち合わせしている中でですね、その当時マンション売れなかったんですね、1990年代バブル崩壊で。その時にですね、マーケティングの人がですね、今首都圏でですね、完成在庫というものが1万5000個ありますと。もうこんだけあればやっぱり売れないんですよと言うたわけですね。首都圏大体どうでしょうね、まあ3000万人ぐらいの商圏ですね、1都3県。東京、神奈川、千葉、埼玉のやっぱり通勤エリアですね、が彼の言うところの首都圏。首都圏、まあ、マンションマーケットの首都圏ですね、だいたい3000万個ぐらいでですね、1万5000個あったらもうこれ飽きませんというふうに言うたら、今の中国はですね、その3000万個からするとですね、40倍か50倍にしましょうか、じゃあ45倍ぐらいかな、ぐらいのサイズの大きさがあります。で、1万5000個かけるですね、40でですね、60万個でしょ。まあせいぜいまあ70万個にしましょうか、ぐらいがあの時の我々の感覚だ。今の中国に当てはめると、そんだけあるからも飽きませんとか言ってたのがですね、同じように移していくと、今70万個でも大変やのにですね、1000万個あるって、ほんまかと。いや信じられへんね、ほんまに。僕フィールドワークしてませんからね、フィールドワークって何かというと現地調査です。現地調査したいわと思うんですけど、僕みたいな人間中国行ってうろうろしてたら帰ってこれなくなるでしょ。それは迷ってということではなくて、ガチャンと捕まって、はいお前ここに入っとれとか言われてですね、むちゃくちゃいじめられてですね、もう二度とあいつどこ行ってんの、おらへんやと行きみたいになって帰ってこれないわけであって、フィールドワークに行けません。で、中国語も読めません。たどたどしくは読めますけどね、パパッと読めませんから、だから日本語 のデータだけを見てるんですけど、データというか記事だけ見てるんですけど、まあどれもこれも恐ろしい話でございます。軽めに見てるんですよ、1000万個っていうのは。真壁先生の原稿には6000万個って書いてありましたし、関平さんの原稿には34億人って4億人分って書いてあったんです。
中国ってあれですよ、一家族は子供一人ですから3人ワンユニットなんですよ。で3人で住むのでですね、34億あるということは、本来ですね、10億個あったら足りるものをですね、全員がマンションに住めるとして、それが34億個あるって、ほんまみたいな感じ。だからそうか、10億個あるということか、10億個ある、34億人分ということは10億個以上あるということで、11億か12億個があるということですね。ちょっとくらっとくるでしょ、なんかどこの星の話ですかっていうことですけど、一応このですね、大臣ビズのですね、今読んでるのは2ページ目ですけども、1ページ目の表紙から貼っときますね。まあ読んでみてください。これ一番控えめな数字で1000万個相当ということですね。はい、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。